白山町二俣では地域活性化のため7年前からおよそ6000平方メートルの休耕田を利用して地元の人たちがハスを育てています。今年は2週間ほど前から開花し、白やピンクなどの大輪の花が凛と咲く様子を楽しめます。まだつぼみのものも多く、来月初旬にピークを迎える見込みで、日が昇る朝5時から7時頃までが最も美しく咲いているということです。今朝のようなにわか雨があって、もう早朝ね、そこへ向いて太陽がパッと何すると本当にね、ハスの、葉っぱに水滴がね、ダイヤモンドのようにね輝くんですね。白山町二俣のハスの花は8月中旬まで見頃となっています。